いやおやお皆様どうもこんにちは。こちらめちゃくちゃ久しぶりにハッピーウィルズ遊んでいきたいと思います。懐かしいな、結構前に遊んでたもんな僕。ちょっとね遊ぶ気になったので復活です。行こう。まず最近はねどういうのが作られてるんでしょうね。じゃあ今月の一番いいやつ探してみよう。ポゴファイト。ポゴファイトは皆さんこれは伝説ですよ。お待って、あ終わった。みんな道連れにしてんじゃん僕。あそういきますよ。ポゴファイトというのはですね、ああなるほどね、あ下に落ちていくんだ。今までのポゴファイトって横だったんですよ、飛び越える感じのね。だけどほら見てボブとか重力逆らってるし。じゃあどうすればいいの、これ普通にさちょっとジャンプしてボブこうやって落とせば勝ちやん。え僕待って分かっちゃった、ほらほらほら、え分かっちゃったよ僕、このゲームの、あ待って僕分かっちゃったかも、全部クリアするわ。はいこうやって、危なっ、危ないよ危ないよ、刃物は触んないように。お父さんも足1本、足2本とももらうね。じゃあはいさよなら。あ待って足が3本にあるように見えたんだけど、オッケー行こう、どんどん進むよ。この風のポゴファイトは初めて見るな。ようお姉さんこんにちは。これで下に普通に行けばゴールにたどり着くの。危なっ、よく怪我してなかったな僕。いいよ、えどこまで行けばゴールなのこれ。あドゥ僕無傷ですよ、今までみんなを殺してきたけど、ほら僕おっさん強っ、見て車持ち上げてるよこいつ。行きまーす行きまーす行きます、おっさんさよなら。あ壊れる音はしなかったけど、行きますよ。どこまでゴールなの。あー足一本さよなら。ここは何ない、ここは何、おっさん強っ、これ何、月月、あさよなら月をも月持ち上げてたぞこいつ。オッケーこれで何、でんてれー、次 Longest Spike Forever。 OK 最初のやつは正直微妙でしたね。今回は世界一長いスパイクフォールでございます。この針あるじゃないですか、針を避ければいいだけなんですよ、こうやって。無理、 OK もうちょっと遠くに飛べばいいんだね。よいしょー、これいけんじゃね、もうちょっと遠くに飛んで、これ多分めちゃくちゃ長いから、え待ってめちゃくちゃ遠くに飛ぶやん、どんぐらい長いんだろう、これやってみるよ。じゃあこうやってもうスピード出しまくってジャンプすればどう、それでも足りないの、わかった、じゃあちょっと助走つけよう。バカはっかはっ間違えて勝ったやん、間違えて勝った。待ってくれ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 、僕はちゃんとした勝ち方で勝ちたいんだ。ここいいんじゃない、マジでいい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 、待ってどこまで飛べばいいの、ここのここオッケーいいね、いいよカモン、オッケーベターオベレッジグッド、不可能じゃね、どうやってそんな遠くまで飛ぶの、はっいいね、はぁ待ってくれ待って、キャラクター変えよう。皆さん今回ねちょっとズル裏技があります。ボブとお父さんなんですよね、僕のチャンネルではボブと呼んでおります。はい皆さんご存知の方も多いと思うんですけど、この自転車はねちょうどここの針の長さと同じなんですよ、ほら、あボブリプレイ、ボブが連れてかれました。オッケー、じゃあまっすぐこうやってこういうことよ、こういうこと、こういうことのここで角度を合わせてボブさよなら、ボブさよなら、だけどボブなしで僕は待って、ボブをゴールに連れて行きたい、無傷のままゴールに着きたいです。いいよ待って、ボブボブボブ大丈夫だからな、ボブ大丈夫だからな、助けてあげるからな、よっしゃー、二人ともバラバラになったけど、次マジックソード、魔法の剣なんでしょうかね、これは面白そうですね。 Welcome to Magic Sword、 魔法の剣へようこそ。レベルの状況から見て僕はパイナップル持ってるおっさん、なんでパイナップル持ってんの、まあいいや、この剣をあいつに投げればいいってことね、なんでやねん、はっ待て待て、こうかっ投げて、ほい、なに、魔法の剣じゃん、魔法の剣だ、魔法の剣、はっ何が起きてんの、な、な、おっちゃんごめん、僕のせいじゃないよ、なんかごめんなさい、やばガチで普通なステージ、さてさて普通なのか、誰で行く誰で行く、じゃあ季節外れのサンタさんで行こう。なんでもう一回もう一回もう一回
真っ赤なお花のトナカイさんはどこか。これは飛ぶ必要がありそうだな。レッツゴーヘリコプターおじさん、ヘリコプターおじさん飛んでくぜ、飛んでくぜ。どこまで行くか、ゴールはどこか俺ら探す。わかったか、見ろ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 。一日にピザを50枚ぐらい食ってるこのデボおじさん。え、ゴールどこ、ま、待って待って、ま、画面が真っ白なんですけど。もうスピード上げるよ。おお、What? 待って待って、何が起きてんの。待って、一旦我らが勇者ボブとお父さん後ろ確かめよう。後ろなんもないやね。 OK、 じゃあここの了解。ボブさよなら、ごめんなさい。ボブごめん、僕のせいじゃないからね、自転車のせいだからね。後ろ行ってみますよ。ほい、あ、後ろ後ろ行けないの、なんか透明な壁がある。ではボブちょっとごめんなさいね、あなたの上を通ります。ほっ、素晴らしいジャンプ、素晴らしいジャンプ。これこれ What?え、オッケー、ここ落ちて、ここ落ちて、これがゴールなの?はい、おわ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 お、素晴らしいレベルですね。何が起きてたか本当にわかんないけど。次。ベイビーストロー!赤ちゃんを投げろ?面白そう。やってみよう。C を2回押したら、何?え?待って。後ろの子を投げるってこと?じゃあ、どうやってやるの?どうやってやるの?待って待って。Z だっけ?いや、Z は全員で離れちゃうんだよ。あ、見て、もう離れちゃった。もう一回、シフトだっけ。じゃあ、オッケー、待って、もう一回、コントロール、コントロールだ。オッケー、後ろの子だけ離れたよ。行くよ、行けー。ごめん、僕のせいじゃない。もう一回、行け。え、待って、じゃあ C を押したら、おおおおおおおいいよ。あら、ノーメン、待って、普通にさ、家族みんなでこれゴールたどり着いたらどうなんの。待ってね待ってね待ってね、ごめんごめん、僕ごめん。よっしゃ、お母さんだけ生き残った。これこそが、これでゴール行くんだよ、これでゴール行くんだよ、これでゴール行くんだよ、こうやって。はなんかなんかピエロ、おーすごい、なんかサーカスみたいだったな今、自転車のバランス力。なるほどね。ボトルラン、これは懐かしいね。毎回毎回動画でやってました。あ、これを読むと。あ、皆さんこんにちは。初めて作ったレベルです。はーい、はい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 、わかりました。レッツゴー!後ろのぜー!車輪っていう。うまくいかんかったね。オッケー。これはですね、後ろの車輪にバランスをとどめて、最後まで行くというレベルなんですけど、行くよ。ここでこう。ボブごめん。ボブのせいではない。すべて僕のせいなんだ。待って、なんかゲームが重い。しゃあ、なんかゲームが重いんですけど。スーパーマリオブロス1の1。え、これ本当に再現してたらこれすごいよ。パランペンペリンピンポンピ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 ン。キノコをくれ。は?キノコは?あ、ここキノコか。そっかそっかそっか。これだ。はっ!ここは?ちゃうの?皆さん、下げられました。待って、アイテム取れないの?このゲーム。え、アイテム取れなかったらスーパーマリオの意味がないじゃないですか。ほっ。待って、これさ、障害物を避けて進んでいくだけのレベルですか?それだったら結構簡単だと思っちゃうんですけど。ねえ。そう思いません?皆さん。ほっ。いいよ。いいよ、どんどん進めよう。あ、来た。え、違う。あれ、ゴールじゃないの、まだ。よく気をしなかったな、お前。はい。あ、これで終わりか。このクソスーパーマリオのやつから解放されるか。解放される、解放される。待って、ワンアップを目指します。グロ。あ、オッケー、叫ばなくていいから。エレベーターの洪水3でございます。まあ1と2も実はあったんでしょうけど。はい、おじさん、こいつは晩ご飯に遅れてるということです。はい、行きましょう。どういうこと、
なるほど、晩ご飯に到着しました。あなたは晩ご飯でワインを3本飲むんですか。見てこれ、友達はパイナップル晩ご飯。あーマジですか。これクリックしてみよう。これクリックとスタートだから終わったやん。何すればいいの僕。でんてれーんとはならないよね。あ、クリックとフィニッシュなるんかい。勝つんかい。それでサティスファインレベル、見てて気持ちいいレベル。もうこれは何ですか。どれでいきましょう。じゃあカップルでいくか。何すればいいの、何すればいいの。 Try jumping then go。 はいはいはい。おおおお、え、すげえ。これなんか面白い。え、これどんどん進めばいいだけ。ふいしょ、ういしょ。待って、スポンジをこうやってやって、待って、落ちるなよ。おバカー、今ゴールがあったのに目の前に。これは多分ボブとお父さんの方がやりやすいですね。ほい、オートバイとかはね結構こう傾けるのが難しいんで。じゃあ行くよ。ゲームがフリーズしました、ごめんなさい。これでこう、素晴らしい。なんで落ちるの、なんでやねん。ボブとお父さんに変えてみよう。レッツゴーボブとお父さん。自転車は軽いからな、結構やりやすいと思う。いいよーのの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 。オッケー、ここでどうするかですよ皆さん。ここの下の地面は触ると触れると落ちるんですよね。だからこれを強引突破っていうの。強引突破、いけー。おーベイビー、おーイエー。これが実力。ボブとお父さんですよ、困ったら。Throw yourself、 自分を投げろ。面白そうですね。じゃあじいさん投げてみようぜ。は？オッケー、ここで なんてやればいいの。おい、じいさん投げれねえじゃねえかよ。じゃあ待って、じゃあこいつにしよう。いや、こいつも投げれないじゃん。ごめんなさい。じゃあ強そうなやつ、こいつ強そう。待って、こいつを。いよっ、お。どうやって勝ったか分かんないけど、勝った。もう一回やらないです。やらないです、今のは。何が起きてたのか分かんないから、ちょっと違うやつやりますね。ロープスイングいいですね、これは。ロープスイングというのは、紐に、あー、待って、死ぬ。紐を掴んで、あー、は？ここの隙間の間入んないといけないのね。オッケー、掴んで、こういうこっちゃ。遅い。待ってね、掴んで、こういうこっちゃ。いや、上すぎ。待って、掴んで、ここ惜しい。いいよ、じゃあもうさっきのもうちょっと上だからここだ。いいよ。え、頭刺されたのか。ほら見て、ここ血ついてる、血ついてる。一発で即死したのか。頭だったからな。あ、やべ、あ、さよなら、あ、バイバーイ。ほっ、ここ違う、ここでーす。スーすー、惜しい。よー、ありがとうございます。多分50回ぐらいかかったけど、ありがとうございます。スカークリアー。ですね、最後にボールフォールインポッシブル、不可能レベル来ましたよ。これは何でしょうか。この乗り物から一旦降りないといけないんですか。こういうこと。 OK。 あ、ごめんなさいね。あ、無理じゃんこれ。あ、無理じゃんこれ。待って待って、ここ無理、ここ無理。もう一回、はい、ここの、じゃあ左側行こう。こうやって OK、 いいよ。待って、ゆっくりな、ゆっくりな、方向決めていくぞ。どっち行く。こっち行こう。ナイス、 OK、 いいよ。ゆっくりとね、おっきい高い体育座りして、しっかりと決めて、こういく。いいよ。なんでこんな重いの。フリーズしてるけど、ここを通っていく。通れない、引っ張れ引っ張れ。足をまっすぐ、ナイス、いいですよ。ここのどうすればいいの、これ。これはどうすればいいの、わかんない。あ、いけるいけるいける、オッケー。危な、股間に刺さった。いける。ちょっと待って、今リプレイお願いします。この一番最後の針が腰を透き通ったと思うんですけど、それ僕だけ？あるの？あ、でもゴール！ゴール！オッケー！じゃあ皆さん、ちょっとね、今日のハッピーウィールズ重かった。なぜか。なんか確かめてみます、次回のために。でも久しぶりに遊べて本当に良かったです。でも皆さん、面白かったらね、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では次の動画で、3、2、1、アディオス！